原木椎茸ってまず木を植えるところから始まるんですよね。僕ができてるのも20年前にじいちゃんが植えてくれたから、できてるんですけど、で原木椎茸って木の養分だけを吸って出てくるので、本当にキノコっていう感じの、木の子供でキノコなんですよね。で、椎茸って枯れた木にじゃないとできないので、葉っぱをつけたまま水分を抜いて、で3ヶ月ぐらいしてから、玉切りといって、こう1メーターぐらいの長さに切っていって、持ってきた原木に駒打ちっていうんですけど、椎茸菌をつけていって、でそのまま、山の中に1年半ぐらい寝かせて、木を倒したところから数えると約2年で、椎茸が取れるようになります。やはり宮崎県とか九州の地域というのはですね、適度な湿度ですね、湿度と温度がしっかり取れるので、栽培に一番適している地域なので、しっかり活かしながらやっていける環境が、この宮崎県とこの九州中央山地の一番の魅力です。原木しいたけを発生させるには重労働な作業が多いんで、生産者の思いがものすごくこう椎茸一つ一つに生まれているっていうか、原木椎茸の方が風味豊かで美味しいんじゃないかなと私は思うんです。原木干し椎茸の栄養素と旨味成分を最大限に引き出すコツは、水につけた干し椎茸を冷蔵庫でゆっくりと時間をかけて戻すことが大事なんです。旨味成分グアニル酸と香りの成分レンチオニンは生の状態ではほとんどなく、干して加工することで初めて増加するんです。味も香りも歯ごたえも全然違うんですよ、普通の椎茸とはですね。だから皆さんに味わっていただきたいなという思いです。